皆さんこんにちは、本日はスプラトゥーン3でビーチフラッグをやっていきたいと思います。で、今回ビーチフラッグってまずみんな知ってる？知ってる？旗を立てて先に取った方が勝ちっていう、バトルがビーチフラッグなんだけど、それをスプラトゥーンでやろうかなと思って、で今回旗をこのビーコンで見立てました。で、取る人は今1対1で戦ってもらうんだけど、このボールドマーカー2人が、ライジンステップってやつ、地面向けてパッパッパって向かって、先にこのビーチフラッグを見立てたビーコンを壊した人が勝ちにします。1対1のバトル。じゃあ秘書が撃ったらスタートです。さあ頑張ってください。どっちが先にビーコン取るか。あ、始まりました。よっしゃ、すごい、頑張ってる。どっちだどっちが壊したんだ今。わかんないぞ。どっちだ？サンバイザーの声が勝ちました。おめでとうございます。はい、それでは第2回戦目、やっていきたいと思います。さあ、第2回戦目、始まりました。どのタイミングで、来た！始まりました！あ、待って、一人気づいてない。それでは優勝決定戦、スタートします。頑張って、どっちが勝つか、どっちが勝つか、始まりました。トルノどっちだ、どっちが早い、どっち。サンバイザーが取った。サンバイザー優勝、優勝、おめでとうございます。それでは、今から優勝者のサンバイザーの子と一緒に俺も戦っていこうかなと思います。で、後ろ側にビーコンが置いてあるので、あれを先に取った方が勝ち。やばい、ドキドキする、やばい、来るよ。優勝者に勝った。あれ早かった。